吉田忠行は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての苦行。県大納言、吉田恒久の長男。母は平良藩家の娘。十三味、三義。任南二年に後白河院法案台に助爵。同三年安坊守。安元二年には陰文国の美濃国の国師に任ずるが平の清盛による自称三年の政変において開館される。 文治元年五位倉人。同三年には、壇の裏の戦いで一出した、天村雲県の最後の大捜作が行われ、定業は、五白河院と、九条金座の間を頻繁に往来して、転送を務めている。同四年には右正弁、左衛門の健介を兼ね、三次検体を果たす。同年、父の常房が、過重寺流の長者に任ぜられると、 やがてその後継者と目せられるようになり、順調に、区下社会に地方を築いていった。後、蔵人頭を経て、研究8年に三儀となり、正治元年には、十三味に除せられた。しかし同年、母大神を発し、天皇寺にて出家。これに奮撃した父、杉房は帝京を偽絶し、その長男、始業を養子として、吉田家の講師とした。晩年は、 不幸な態度を改めない次男、狂犬との確執もあり、決して穏やかではなかった。寛義3年、76歳で死去。日記として、日式を残している。また、直線歌人として、潜在和歌集以下の直線和歌集に4種が、再録される。ありがとうございます。